どうも、トマッピーです。どうも、チャミ TV 兼トレカラフテルオーナーのチャミです。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今日やっていくのはワンピカード環境デッキ解説へということでね、以前もあの人気があった動画の内容の現環境バージョンということで、はいはい、今第7弾発売後の環境の杯リジェクト大噴火が禁止になった後の環境、4月のレギュレーションってことですね。そうね、はい、実際4月から公式大会で禁止が発表されてて、はい、民間の大会では結構もうなしでいこうよっていう感じになってたりしてますね。そうですね、はい、今3月中旬に撮ってるんですけども、はい、まずね、チャミ君に、チャミ先生に、はい、チャミ先生、先生です、お願いします。チャミ先生、はい、この間もね、チャンピオンシップ 3-on-3、はい、優勝してました。優勝してます、はい、そんなチャミ先生に、はい、まずは上位7リーダー、環境で人気の上位7リーダーを選んでもらって、それを表にしながらどんなデッキか解説していってもらおうかなっていう動画なので、まず1位から使用数が高いリーダーを順々に7個選んでください。あとちょっとダークホース的なとか注目のあったらそれも加えて説明してもらってもいいですけど、まず7種類、第1位からお願いします。正直多分トップ3に入るってことは多分 3-on-3 で使われやすい、はいはいはい、3チームで、要はチームがいて3人いたら、はいはいはい、このリーダーがテンプレートだよねみたいな、うんうん、昔で言うとそれこそ紫ルビー、杯、うん、なんかとか、はい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 、まあ、全環境で言ったら、まあ、それこそエネル、杯、なんかみたいな、そうね、感じの中の3つをじゃあまず最初選ばせていただきたいと思います。はいはいはい、お、来た、はい、まあ、まず最初にですね、うん、一番最初からちょっとあの完全変化球いっちゃっていいですか。はいはい、はい、まず変化球とかあるの一番使用者数が多いっていうのを選ぶの、まあ先ほど言った裏のとは若干外れますけど、はい、キクロルフィーですね。ライフを入れ替えるリーダーだよね、はい、っていうのと、まあ、それこそ3兄弟の絆で、まあ、サクッとデッキ組めるっていう、まあ、手軽お手軽さもありつつ、杯ってリーダーがすごい苦手だった、はい、はいはいはい、天敵がいなくなった今ですね、とてもデッキが評価されてます、はい、個別の詳しい解説はまたね、後ほど相性表も作った上で、はい、そうですね、伺っていきたいと思います、はい、じゃあ2位、はい、次いきますよ。はい、こちらです。エネルだ、さすがにいきますね。やっぱりもともと人気な上に、はい、リジェクト禁止はそんなに痛くないよね。正直あった方が嬉しいけど、まあ、なくても別に強いよね。うん、まあ正直なところリジェクト禁止かなり痛い部分はあるんですけれども、リアクションができない、はい、うん、でも同じ黄色単色のデッキでカタクリって言ったじゃないですか、はい、このデッキのリジェクトは本当にもう激痛なんですよ。カタクリのリジェクトはマジでもう溝落ちパンチぐらい超欲しいよね。もうクリティカルです、ファイナルブロー、はい、ただエネルはまあ肩パンチぐらいかな。攻めるっていうより除去だもんね、どっちかって。そうです、うん、まあそんなに大ダメージはない、まあ、3000世界みたいな感じだ、言ったらこのデッキのリジェクトって。あ、まあイメージはそうですね、処理、処理の軽い処理、下脱だけじゃ足りないっていうぐらいだ、はい、そうですね、うん、はい、まあまあいいかなっていう感じだね、うん、感じです、はい、はい、で、次さあさあ3つ目いきたいと思います。3つ目はまあお兄ちゃんですね。あー、ボニー、はい、7段の最注目リーダー、はい、カードもまあしっかり、なんだろう、この序盤、中盤、終盤、すべて強いカードが出てきたなっていう印象ですね。なんかデッキがパーツ足りてない感とか一切ないよね。あ、ないです、うん、むしろなんか、どれを入れた方がいいかぐらい悩んじゃうぐらい、まあカードの、その個々の持つスペックはめっちゃ優秀なカードが揃いました。なるほど、第4位、はい、第4位いきます。まあ、これ本当は入れるか迷ったんですけど、はいはいはい、まあ最近めちゃくちゃ人気でございます。一番人気の攻めデッキって感じがするよね、はい、ということで4位は赤紫ローですね、はい、はい、1位これトップ3位に入るかと思った。あ、全然入ると思います。なんならこれ多分もし動画公開されてる頃にはもうここがここの位置が入れ替わってるかもぐらいの、ああ、じゃあ実力派なデッキというか、はい、結構注目デッキのか、そうですね。さあじゃあ第5位、はい、第5位なんですがちょっとそろそろ色も変えてますか。え、使用者数第5位いる？最近めちゃくちゃ増えてます。強いとか注目っていう意味では分かるし、はい、俺も今これ青波強いんじゃないかなって思うんだけど、はい、実際なんかあのデッキも作ってて回したいなって思ったので、はいはい、まあ波はですねちょっと
まあ、癖のあるデッキなんですし、うん、対面してて対戦相手側があんまり気持ちよくないみたいに、まあ、大会用デッキって感じだよね、はい、そのフリップだとそんなになんか使用頻度高くないよね、うん、だけど、まあ、だんだんちょっとやっぱショップやってるとすごい今パーツも売れてるしデッキセットもめっちゃ売れるし安くて強いんだよね。そうなんです、ね、始めやすい感覚はあるんですけど、うん、でも波だけを使いすぎると他のデッキをワンピカード好きすぎて後で解説してもらおうと思って選んでる段階で結構話が止まらんっていう、一旦行きましょう、6位、はい、はい、6位まあ6位はですね、こっからがこれ予想すると、はい、まあ、最近注目のロブルッチとか、はい、フェローナとか、はいはい、まあ、あと赤紫リリーはまあ強いけど人数はいないんじゃないかな、まだみたいな。なるほど。あと、まあ、ヤマト、あとね、うん、歌もね、そのフリップとか含めるとすごい人気が高いんだけど、まあ、スターター軸で組めて、はい、なんだけど大会ではそんなにいないのかな、どうなんだろうっていう先生との話って感じだね。はい、僕がそのそれこそ上位に入りやすそうだなって思うデッキは、うん、正直ここって結構似てるんですよ、黒の3色。はいはいはい、はい、ただこの中でも僕が推したいのはこっち。月光モリア。はい、モリアです。大風からだってもいけますか。いけると思います。アイスエージ、まあそれこそ乱脚とかも入れて、乱脚入れても確かにモリアだったら、はい、トラッシュ10枚溜まってコスト3下げワンドローできるもんね、はい、うん、ちょっと構築がまだ研究されてないですが、まあ、8コストのモリアを一番綺麗に使えるデッキではあるので、なるほど、やっぱりちょっとモリアを僕の方ではおすすめしたいなと。当然ルッチも強いです。ルッチもいいよね。まあここもほぼ同じだと思ってもらうんですか。じゃあそろそろ、はい、お願いします。じゃあ7位はこちらです。え、いるの。ここ増えてくると思います。紫ルフィ、赤紫ルフィじゃんって。はい、紫ルフィガチ勝手に俺がさばいちゃったけど、はい、紫ルフィ、動画としてもちょっと面白いかなと思って、面白い面白い、僕の中ではかなり、やれる子リストに入ってます。大会にいなくない全然現状。今はいないです。でもこの後増えるっていうことも含めて、はい、ちょっと僕の絡めていくと、はい、歌ちゃんとか知りたいと思うけど、みんな。いや、そうなんですよ。本当はめっちゃ入れたいリーダーあるんですよ。それこそもうルッチもめっちゃ入れたいですよ。めっちゃ気になるよ。フェローナもこうしたいですよ。だけど、まあ、なんかほぼちょっと似て非なるデッキタイプと相性分布違うよね。はい、紫ルフィ、分かりました。じゃあこれ今回これでいきましょう、はい、これからも含めて多いっていう感じで、ね、そうですね、分かりました。でもすごいですよ、 7デッキで考えれるって他のタイトルじゃないですよ。すごいよね、こんな多くのデッキが活躍して、はい、まあ、チーム戦がポピュラーなのもあるけど、はい、下ってすごい、はい、多いです、すごいよ、はい、さあ、じゃあいっちゃいましょう。はい、ここからね、一回ちょっと相性表を5段階で作成して、それでまた解説お願いしたいと思います。 OK、はい、です。はい、表が書き終わりましたね。はい、終わりました。二重丸が超有利、丸が有利、三角、あ、横線がいい勝負、三角が不利、バツが超不利、はい、っていう感じで、それぞれ上からプラス2点、プラス1点、0点、マイナス1点、マイナス2点で点数付けすると、なんとボニーがプラス3点で、この7個だけだった場合は一番良さそうに見えますね。良さそう。しかもなんか三角とバツがない、上位陣に強いならボニーみたいな感じで、はい、チャミ君的には思ってると。はい、じゃあ行ってますか。どんなデッキなのか解説お願いします。はい、まず、プラス1点をマークしてる、はい、一番数が多そうだとチャミ君が言ってる黒木ルフィ、はい、お願いします。はい、ということで1位に選ばせていただいたんですけども、はい、まあ、基本的に混色リーダーのライフ4っていうのは特に変わらずで、まあ、結構特殊な、最初出た時にこれ何ぞやみたいな、うん、ルールを理解しないとわからないみたいな感じの三兄弟デッキで一番注目されたリーダーだよね。そうです、うん、ちょっと複雑なんですけれども、まあ、ライフ0の状態でも自分の手札を1枚捨てることによって、自分のライフからまあ、キャラをね、ライフに入れられる。強いよね。強いです。コスト5っていう縛りはあるけど、はい、トラッシュからでもいいんだよね。そうです。だからトラッシュから、まあほぼトラッシュからですかね、うん、はい、まあ、トラッシュから縦に入れることもできて、でその縦に入れたカードどうすんのっていうのがあるんですけれども、
デメリットとしてその縦に表に加えたやつはルール上、うん、あのデッキに戻るっていう先ほども説明したんですけども、ループはしないよってことね。そうです、うん、ただその自分のキャラでちっちゃいコスト2のエースサボルフィを、はい、あの大きく大人に変えて、うん、なおかつ自分のリーダーが相手ターン中まで2000アップするっていう、これ強いよね。そうなんですよ、厄介だよね。なんで後半はちょっと白ひげっぽい、昔の白ひげっぽい、はいはいはい、リーダーの打点が高くて盤面がいっぱい並ぶみたいな。で一見してなんかライフをこう受け続ける動きがめちゃくちゃ強いんですけど、攻撃しないっていう選択肢もあるんですよ。その、キクロルフィに対してはリーダーに対して攻撃しない方がキクロルフィ側がきついっていうタイミングがあって、リーダー効果を発動するともう結構止めらんない状態になっちゃうんですよ。はいはいはい。だからふんだんに並べてから殴り出すみたいな。そうですそうです。ディメンションゼロみたいな。あ、なんかそういうのありました。確かに攻撃をする時が基本的にその、まあ、ルール上も基本的に攻撃した方がプラスに働く、本来ね、普段はデッキなんですけれども、うん、まあ、このリーダーに限りは攻撃しないことがプラスになることが多い、はいはい、というのもリーダー効果はライフゼロじゃないと使えないので、その状態まで自分のやりたいこととか盤面を揃えるっていうのが各デッキの対策の方法になってます。おお、まあ、シャーロット・フランペみたいなカードだけで自分のライフ掘っていくのは限界があるもんね、はい、そうです、まあ、うん、そのルフィ側も能動的にそのライフを回収できる札はいっぱいあるんですけれども、うんうん、まあ、それにしてもちょっとあのアタックされてライフを受けるっていうことが黒キルフィのお手伝いをしてしまっているところもあるので、うん、ちょっとそこの若干の分からん殺しとかも入ってます。じゃあ次エネルはどんなデッキなんでしょうか。もうおなじみだと思うけど、エネルはおなじみなんですけれども、まあ新しく第7弾のカードで、うん、10エース、もう最強のフィニッシャーですね。強いね、はい、ライフ回復しながら速攻で殴るっていう、はい、もうありえないこと書いてます。ビッグマブ10マブが動きだ、急に動き出すみたいな。そうね、そうね、よくわからないことが書いてあるぐらい強いんですけれども、そのカードの登場によって結構そのクセ強デッキでそこまでなんか攻略されると強くないデッキから非常にターンの強いデッキに変貌して、フランキーも強いよね。そうですね、うん、あの2000ガードの4コスのやつも強いです。トリガーから出ながらカードも引けるっていうね。あれ悟りってカードが今まであったじゃないですか、5段で。あった。あれと2枚差つけてるんですよ。手札捨てるかカード引けるか。そうです、バリ出すことは変わらないですけど、カード1枚引くか捨てるか。フランキー2000カウンターだけでしょ。2000カウンター、めちゃめちゃ強いよね。めちゃくちゃ強いです。でなんかその菊の城もあったり、はい、まあ、序盤やれる強いアクションも増えて、そうですね、的もうめちゃくちゃパワーアップして今の状態になってるって感じですかね。本当にリジェクト禁止だけど、はい、別に全然それぐらいいいかなって思えるような強さな気がするね、まあまあ、はい、うん、そうですね。プラス3点をマークしたボニー、はい、ついに来ましたね。まあバージョンがなんか定まってるような定まってないような感じもするよね。まあそうですね、うん、そこもありつつなんですけれども、まあ、ボニーはまあ単色でリーダー5っていうのがまあすごい強いんですけれども、うん、まあこのリーダー効果ですね、はい、もう本当にこの一ドンで相手のキャラかリーダーを、ね、うん、寝かせられる。すごいよね、はい、なんか2体殴れる分が1体分になっちゃうっていう。そうです、いやらしいよね。っていうのがもう3ターン目ぐらいからずっと使い続けられるんですよ、うん、でその横になったキャラクターを攻撃したりとかレスト破壊とかを、それこそ銃のドフラミンゴとかでロックしながらこう大型を出して攻撃していく、はい、はい、めっちゃ強いです。なんか結構ややこしいよね。6コスのブロックかなんだっけ、ロシなんて。あ、ホーキンス。ホーキンス。はい。やだよね、あいつね。あれはちょっとテキストに書いてあることがよくわからないカードで、場を離れる代わりに、はい、自分がなんか損するのかと思ったら、相手が損するキャラをレストにするっていう、全員レスト状態じゃないと除去れないっていう。はい、そうなんですよ。だから、その出た時効果とかで除去れないわけだもん、基本ね。そうなんですよ。だから、それこそそのロシなんてとかも、杯だったら一応対応はできたんですよ。結構やばいよね。なんか銃のフラを連打したら大体何でも勝てるみたいな感じのデッキになっちゃってて、しかも守りかと思いきや、はい、オーディ・ジョーンズで急に最後になったりみたいな、はい、攻めたりとか。まあオーディはあれ入れるのが正解なの、入れないのが正解なの。まあ入れても多分4枚入れるとかは多分ないですよね。2枚ぐらい、2枚ぐらいフィニッシャーとして入れるみたいな。 でも今はそれこそ9ソロとか入れた方が有効的に決めるかなって感じです。さあ次、はい、赤村最近流行ってるね、赤紫ロープラス1点のアグロデッキだけど、はい、まあ、ちょっと、ま
ローっていうデッキが手札からキャラを出すとか戻したりとか、結構そういうなんかその原作に原作再現みたいな感じのデッキなんですけども、うんいいね、赤緑ローも入れ替えだったしね。そうです、うん、ちょっと赤緑ローに、まあ、ちょっとコンセプトは違うんですけど似てるような感じで、相手のキャラを戻しながら自分のキャラを出すっていうコンセプトで、ねはいまあ、一見めちゃくちゃ強いんですけどもマイナス3ドンするんでそこをどう補うかみたいな。そうね、はい、盤面制圧力っていうのは多分どのデッキよりも一番高いまあ、敵の消しながら自分で出すわけだからね。そうそう、もう2、うん、もう2アド取ってるみたいな感じ、まあ、その分ドン加速するキャラを出さなきゃいけないけど、はい、とかあんまり早く行きすぎるとドン差がつきすぎていかれるみたいな。そうですそうです、ワンクッション置いてから行くぐらいの感じがいいよね。そうですね、まあ、なんか7ドンまで溜まったら7ドンから動き出すみたいな。1回目普通にボンクレーとか出して加速してその次のターンから勝負、ね、あ、そうですそうです。でプラマイゼロを推移しながら7ドンでボードアドバンテージを取り続けるとか、うんうんうん、そういう感じの動きが、まあ、メインの動きになってますね。結構ね、はい、そのね環境上位にこのボニーとかエネルとか超巨大生物入りデッキが、はい、もっと少なかったらもっと強いんじゃないかなって感じがするよ ね、 そうですね。マイナス3000何かでしてさ、はい、ゴードンとかゴードンだっけ、はい、ゴードンとかでマイナス3000してこれで6000まで倒せるけど、はい、もっとでかいの出してくるから。そうなんですよ。だ結構難しいよね。難しいです。一番ハマってる環境じゃないけどでもただ強いみたいな。そうですね、まあ、なんかデッキ構築を変えればガンマナイフ5000下げとかラウンドテーブル1万下げとか結構ダウンカードはあるんですよ。へえ。なんでアイスエージのパワーバンカードがあるんですけど、まあ、今はそのカードを入れなくても序盤で攻め切るみたいな。それこそ大型出る頃にはもう相手はライフを詰められまくってて、うん、大型出しても意味ないみたいな状況にさせるデッキですね。さあ次、青波。はい。マイナス1点ついちゃってるけど環境上位に対して、まあなかなか、まあ癖強デッキではあるんですけど、うん、でも一番多い2つにさ、はい、一番多い2つに両方有利と超有利ついてるから、そういう意味ではマイナス1だけど価値高い。マイナス価値は高いですね、うん、まあ、やっぱデッキって基本的に1個しか持ち込めないんで、この上の3つだけで言えば、はい、青波が最強なんだけど、はい、この3つに対してだけで言えば、そうですね、かなり有利な対面ではありますね。赤紫ローまで入れるとバツついちゃうよね。そうですね、赤紫ローまで入れるととてつもなく不利なんで。すごくない？強いですよね。はい、ただまあどんなデッキですか。はい、こちらの方はですね、青波はただただ自分との戦いデッキです。パズルゲーム、パズルゲームです。自分の山札をゼロにしたら勝ちっていう特殊勝利のリーダーで、はい、とりあえず守りながら引きまくると山札掘ったり。でもあの相手のリーダーに攻撃することはほぼほぼない。デッキを落とす効果が発動するカードのみ攻撃する感じになりますね。ほう、もう守り続ける感じですね。キャラには攻撃するんですけどリーダーを攻撃する手札相手の増やさない方がいいって。そうですそうです。これルール上、はい、これさドン位置つけて、はい、アタックで相手のライフダメージ与えたら自分で削れるって書いてあるんだけど、まあ、基本的にはね、リースアリの瞬間以外なくないですか。そうですね、その一度を無駄にすると自分のデッキをゼロにできない。はい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 、やっぱりドンってやっぱりそのカードを使ったりとか守りながらデッキ減らすっていう要素に使いたいんで、いかんせん波にドンつけて攻撃するっていうのは結構苦肉の策。じゃあもうドローを続けて、はい、ドロー止まったらもう構えて、はい、構えてやるんだろう。まあバランスが大事ですね。相手が攻撃してくる打点を計算してそこまで守るドンを起こしながら自分で能動的に動いて、はい、あ、そうかそうか、頭も自動的にピラフとかメインで打たなきゃいけないもんね。そうそうそう。じゃあ月光モリア。はい、モリアはですね、これなんかジャミ君の好み補正入ってるような気もするな。本当はルッチ入れたいところですが、マイナス2な上に上位3つに相性不利ついてるよ、はい、そうなんですよ。ただですね、このデッキバランスがいいデッキでして、うん、まあ、ルッチもそうなんですけど、うん、基本的に黒単色っていうのはキャラの KO をメインとしたデッキプラス、まあ、もちろんルッチもそうなんですよ、うん、そうなんですけど、うん、モリアの方がキャラの展開力が高いっていうのが僕の中で多分補正がかかってる可能性はあります。勝ちコストの月光モリアはさ、ホグバックでもう一回回収して出せるの強いよね。あ、強いです。あれやばいよね。ホグバックもすごいいいカードですね。でペローナもやっぱ優秀ですね。ペローナもやばいね。手札ハンデスめちゃくちゃ強いですね。ここにはちょっと不利ですけど、それ以外には多分相当アベレージ高く勝ちやすいデッキである、なるほど。ほぼ不利なデッキはなさそうですね。あ、ペローナはきついですね。
じゃあメタが偏ってない草大会とかだと結構いいかもしれない。あ、そうです、ね、いろいろいい意味だっていう感じの、うん、ガチの競技大会になればなるほど、ね、ちょっとデッキ偏ったりするから、うん、ちょっと微妙になってくるかも。そうですね、うん、そういうポジションなのかな。はい、バランスが、まあ、確かにありかもな。いろいろいる大会だったらいろいろに相性いい方がいいよね。そうなんです、上位に強いとか、はい、ただ別にこれにも絶対勝てないわけではない感じなんで、初上位超不利って書いてあるあ、でもエネルとかに普通に勝てたりもしますし、まあでもね、はい、そこはちょっとまあ要プレー次第って感じです。月光モリア3枚引けば勝てるよね、エネルね。あ、そうですねもうモリア3体でそれこそペローナとかを継続的に反絶しながら攻撃してってとかで勝てる時もあります。ちなみにこのモリアじゃなくて、はい、ログルッチだったらどうなるかっていうのを、はい、ちょっと特別に、そうですね、特別にちょっとやってみてもらいましょう。さあ、これだとどうなるかっていうとマイナス3ってやんだね。うん、モリアより悪くなっちゃったね。いや、僕的にはこのデッキ正直言って強くないと思います。あ、強くない。はい、なんか杯が名残惜しくて使ってるだけみたいな、まあその感覚もあると思う。感覚もある。はい、これって強くない認定なんだね。まあ、なんだろう、それこそボディとかにはすごい強いっていうのもまあ明確に分かるんですけど、まあ、こういうトップデッキにもそんなに有利じゃなくて、それこそまあここら辺の青波デッキとかにもモリアより勝率はちょっと落ちちゃうんじゃないかなっていう。なるほど、はい、分かりました。なのでモリアの方が今後含めて多いって思う。そうですね、まあ、フィーラーだからね、今そこでちょっと多いっていうのがあると思います。はい、ちなみに君予想はそんな感じ。そうですね、体感で合ってますね。ちょっとマイナス2だったちょっと評価が下がってる、ね、じゃあ紫ルフィ最後お願いします。僕ちょっと押してるリーダーなんですけど、押してどうですかこれ。ポイントとかゼロだよ、ゼロ。これがいいんですよ、不利なデッキが少ない。これどうすか。でもさ、腕で勝負して、はい、腕で上回れるみたいなデッキじゃなくて、比較的シンプルな、はい、誰が使っても同じ動きするようなデッキじゃんね。まあ細部はちょっとやっぱりちょっと変わるかもしれない。細部出るかもしれないけど、はい、基本的に例えばチャミ君がこれ使うじゃん、はい、相性いい勝負いい勝負いい勝負、腕があんま出ない、はい、相手もやりやすい、はい、うーんって感じなんだけど。まあそうなんですけども、基本的にはそのルフィが苦手だったデッキって杯、うん、だったんですよ。それはそう思う。そうなんですよ、本当に杯がいないから、いたからこのデッキって本当に市場から消えちゃったっていう印象で、今は本当にこういうリーダー構成で、まして一体一体出してくるから的感がすごいもんね。あ、そうです、そうです。杯使ってたから分かるけど、はい、多面展開とか、うん、そうじゃなかったらまだボスの連打とかがきついんだけど、うん、なんか中途半端なやつを一体一体出してくるから、まあそうですね。ただやっぱりどんどん加速のスピードが鬼のように速いんで、はいね、テンポ的にはもう有利な状況になることが多いですかね、うん、あとやっぱりその序盤に大型出していく必殺技系のデッキに対しては、もう完全にドンでアドバンテージを取りながら使っていく、うん、っていう考え方だとかなり立ち位置いいんじゃないかなって思います。はいはいはい、はい、それこそマゼランとかって杯だったらグレンとかで簡単に戻せたんですけど、ボニーとエネルにマゼラン超強いね。いや、そうなんですよ、鬼だね。マゼランマリガンしたらさ、はい、結構勝ちそうだよね。もうこのカードの要は主要キャラが一度遅れるだけで一旦遅れるって考えると有利なんだ。まあ有利ではあると思います。有利かも、はい、ただまあそれこそ、まあ、その後半までたどり着いたらきついとか、ホーキンスが倒せないとかあるかもしれないですし、まあ、それこそオナミとかでマゼラン KO されたらとか。ホーキンスきついね。そうです、プレイに自信がない人でも強く使えるっていう意味では、はい、うん、そのポジション的にありなんだったら人気が増してって使用者増える可能性があるね。そうですね、あとやっぱりそのスタートのタイミングで自分からこうドン回収するんで、うん、あのすごい反動多い状態の選択肢からカードをプレイできるんで、はいはいはい、結構事故はしにくいデッキかなと思います。再現性が高いというか、はい、金太郎飴デッキ。そうです、再現性デッキです。なるほど、はい、分かりました。ありがとうございました。はい、いやー、すごいなー、なんか、うん、すげえな、マジ7個選んだけど、はい、非常に興味深いね、チャミ君の、はい、こうポインティングと考察でしたけど、こっちのリーダーも全然俺の中で人気リーダーと思ってるやつが含まれてるし、まあ強いデッキもありますよね。まあちょっと意識したのも、まあなんか色の配分もちょっとちゃんとしたいなと思って。そうなんですよ、いろんな色をちょっと話したいみたいな。多分入ってない色ないんじゃないですか。多分赤、緑、青、黄色、黒、紫。そうだね、はい、すごい。そうなんです、ちょっと色の配分も若干意識しながら、まあ、今後期待したいリーダーとかめちゃくちゃあるし、もしむしろメタがちょっと変わってきたら、それこそこっちのカードがティア上がる可能性もある。あるね、
ここがもっと整理されていくからね、確実に入れ替わったり。そうなんです、まだ序盤ですし、ね、一応レギュレーションとしては、うん、まだそのリジェクトとか杯が禁止になっているレギュレーションで大会が行われてないので、うん、今仮想でこれこういう感じなのかなっていう、ね、公認のでかいやつとかまた4月から始まって、はい、結果が出てくると、はい、まあここら辺が上位3、4個が明確になってきて、はい、そこの強いやつが現れ出すと。そうですね、ありえますね、はい。いやー面白いな、もうなんかめくるめく変わるからね、それもね。そうなんですよ、週末のさ大会も5個とか10個とかもっととか結果出てさ、はい、でいろんな人がツイッターとか有料記事ノートとかで発信してさ、はい、めくるめく変わるもんね。変わります。5段環境で猛威を振るってたルフィとか、6段で猛威振るってたモリアとか、もう今もう変わっちゃってますからね。ね、診断5月に発売だっけ、次は。そうですね。診断3ヶ月に1回なのでさ、それまで全然飽きないし、環境が動いてさ、はい、ちょっと3ヶ月に1回ですらちょっと早いんじゃないのって思うぐらい楽しいもん。そうですね、うん、確かに。でもやっぱカードショップとしては嬉しいです、はい、いろんなデッキを買ってくれる人がいるし、ね、いろんなカード買ってくれるんで、本当にいいゲームだね、これね。いいゲームなんですよね、うん。いやということでね、はいはい、ちょっと僕もね、前よりはだいぶ分かってきたんだけど、はい、チョミ君にこうやって上級者にね、話を聞いてみたら、はい、思ったのとなんか全然違うのも含まれてるし、なんか興味深い内容でした、はい、ありがとうございました。あ、よかったです。はい、はい、というわけで皆さんも参考になったり楽しんでもらえたら嬉しいです、はい、僕らね、両方ワンピカード専門店のオーナーでもあるコラボということで、はい、はい、チョミ君のトレから来てる、そして僕のワンハッピー秋葉原と、ね、高田馬場でそれぞれ専門店があったりとかツアーもやってますので、よろしくお願いします。お願いします。そしてチャミ TV とこのトマピーチャンネルもよろしくお願いします。お願いします。今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また明日。